疲れ様でした。こんばんは。最高に楽しかった。ありがとう。よかった。こんばんは。私も楽しかったです。早すぎ。そうです。でした。写真いっぱい撮りました。そう、今日は転生でした。こんばんは。あれ、なんかコメント。こんばんは。今日は転生の日。今めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。うん、そうです。消化法で考えると3回目。合計で数えると5回目です。おいしい。ごめん、長っ。ねみおさんお揃いしてくれた。嬉しい。嬉しい。私が昨日言いました。昨日言って、忘れずにやってくださいました。
え、今日って配信しました？私してないと思って急いだけど、した？したっけ？してないっけ？してないわ。してないよね。なんか朝起きて迷ってしなかった。したねしたよね。完全にさ、なんかもうあの時の記憶ないから何話したかも覚えてない覚えてない。何話したかも覚えてなくなっちゃったな。うん、あ、とにかくエスコメンが楽しい楽しい確かにそれを思い出した。それで思い出したかも。でも今日は目覚めが良くて、でもなんか二度寝もできなかったから、もうレッスン場に来たのよ、コカちゃん誘って。ミキさんがもう私のお姉ちゃんかもしれないって思い始めました。お姉ちゃんなのかもしれないって思い始めました。お姉ちゃんなのかもしれないって。なんか今日も私がイヤリングをつけっぱなしで出ようとしたんですよ。そしたらサラジイヤリングって呼んでくださった。もうその瞬間に、あ、お姉ちゃんだお姉ちゃんだって思いました。お姉ちゃん、お姉ちゃんだって。あとなんかミキさんがお水飲んでて、わかる？ペットボトルのさにさ水ついくじゃん、放置したら。全然ミキさんの手が濡れてて、それを私が手でなんかこうやって拭いたの手で拭いたら、ミキさんがティッシュ持ってきてくださって、なんか拭いてくださった。あ、お姉ちゃんだと思いました。ミキさんはお姉ちゃんだと思いました。お姉さんなんだ、うん、普通にお姉ちゃんだお姉ちゃんだと思いました。だから制服の目もめっちゃ楽しみ。21日、楽しみ。めっちゃ楽しみ。ミキさんと出れるし、同期とも出れるし、アンズさんも。でもアンズさんは最近は S 公演でよく会えるから嬉しい。うん、何これ、なんだこれ、これ何、テロしてるやつ。
なんかめっちゃしょっぱい、めっちゃしょっぱい、なにこれ、めっちゃしょっぱい、めっちゃしょっぱい、なに、しょっぱ、しょっぱいホコリみたいな味するうん、なんか合わないかも、ちょっと私にはなんか、なんか、え、なんかすごっ、初めて食べた、こんな食べ物え、すごい、すごい味、しょっぱい、なんだろう、インドの特殊な食べ物かな、食べちゃったけど胃が痛くならないといいな、ちょっと心配、ちょっと心配です、インドじゃない、インドカレー、うん、おいしい、私の次の公演って21までない？あ、S が14か。じゃあ14が終わったら21まで公演ないです、私。うん、なんか胃が痛い気がする、うん、もうやめときます、もうもうやめときます、え、胃が痛くなりそう、でも危ない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 、本当に本当すでに危ない、すでに危ない気がする、なんか埃みたいだった、大丈夫な。
こんばんは。なんかミオさんのハートもうちょっとでかいんだけど、ボブだからちょっとこれが限界。そういうこと？単体じゃなくてカレーに溶かすの？しょっぱさ足すみたいな。え、怖い。なんか待って、こうやってると眉毛見えるけど怖い。え、その多分メイクさんもなんか初めてっぽかったんですけど、なんかやり方見てスッてやってくださったから、天才、天才かも。だいぶだいぶ天才かも。ハート、なんかさ、こんなさ、なんか変わり種さ、変わり種じゃない、結構早くも変わり種に挑戦し始めてる。でもやっぱ髪巻いてた方がいいかなって思った。こんばんは。ね、なんかやり方なんか調べてすぐやってくださった。ね、ほどくよ。今ほどこうかな。ほどいていきたいと思います。さなたん、ハートほどけるかチャレンジ。え、チーズじゃない、チーズじゃないよ、あれ塩分。塩分、塩分食べた感じ。塩分がもう肩だった。みおさんありがとう。みおさんありがとう。みおさん、うそ、海外のチーズってちょっと誇りがある。まあ海外行ったことないからちょっと、いや、辛さ和らげるにはちょっとしょっぱすぎかも。甘すぎかもしんないな、それは。うん、本当ですか。今日はね、もうミオさんとばっかり写真撮ってるから、ミオさんとの写真しかないくらいかもしれない。え、でも転生でミサイル2本振ってくださる方いっぱいいて嬉しかった。こうなんか多分結構わかりやすくて、ラブリンさんとエナさんと全然かぶってない感触系だからめっちゃわかりやすくて嬉しかったです。取れない。お、取れない。こんなさ、あの配信でさ、髪の毛取る配信する人いますか？いただだ、痛い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 。転生もあそこが好きです。ラブリンさんとルル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 ルのあそこのラブリンさんとの見つめ合いが好きです。
リンさん、ラムリンさんの連絡先ゲットしました。そう、あ、確かに S は結構あの干渉系多いですよね。ヒメタンさんとかマリンさんとか結構同じ感じ。ほどけません。これほどけません。これどうやって結んだんだろう。これどうやって結んだんだろうね。これこんなになっちゃったよ。すごくない？なんかさ、アビビーさ、いい髪型じゃない？ちょっとこれ、いい髪型じゃないの？これ、いいじゃない？新しい髪型だよこれ。新しい髪型。リボンみたいじゃん。サッカーうまそう。サッカーうまそう。誰にも助けてもらえないわけですよ。お祭りに来た中学生みたいなって褒め言葉だそれ。今を楽しんでる中学生みたいな褒め言葉だそれ。ありじゃないよ。ありじゃないよ。すごいよこれ。これ時間内に撮れるかな。え、皆さん的にユニットはどっちの方がいいと思いますか。14日これじゃダメでしょ。これじゃダメでしょ。胃が痛い、胃が痛いな、胃が痛いな。転生なんだ。痛い。転生派が多い。ある。でも確かになんか慣れが見えてるのは割と転生の方な気がする。ゴーフォーは本当に難しいですね。すごい難しい。ありがとう。かわいいもかっこいいもいい。ありがとう。え、そう、髪の毛を絶対に縫う。これ髪の毛を絶対抜きたくないので。え、なんかこんな髪型になったの初めて。初めてだわ。イソギンチャクみたいな可愛い。ありがとう。それで帰れるの？俺で帰るしかなくなったら帰るよ。ね、すごいね、この髪型撮ってもらえばよかったと思うんですけど、配信で見せたかったから撮らなかったんだけど。あ、いい感じ、いい感じ。そう、配信で見せたかった。別にいい子じゃないけど。いい子じゃないけど普通に見せたかった。で結果こうなってる。余計すごいことになってるくない、これ。何出てて、何これ。ね、何の配信だよって感じだね。いや無理だって。
ってこれ。無理だよ。無理だよね。え、これ無理だよね。え、これ無理。あ、そういえば昨日プレゼント受け取りました。めっちゃ可愛いスリッパとか、え、お洋服とか大切にします。ありがとう。これみおさんもそう、ほどけるの、これほどけるのかな。サラほどけなかったサラほどけなかったって聞いてみようかな。通れないんですけど、ってめっちゃ胃が痛い。びっくりするの胃が痛い。帰ったら胃薬飲みたいと思います。めっちゃ痛い。みおさんの連絡先はゲットしてます。ね、明日ね、こっちだけねハゲてたらね、まあ、いいけどね。めっちゃ胃が痛いし、ちょっと不調すぎた、不調すぎる配信って感じやば。ハートの原型ありけり。うん、髪の毛生えてくるよ。ね、ね、そうだね。でも帰るまでがちょっとあれだよね。でもこう配信終わってもほどいてると思う。永遠にほどくと。あと1分だ。えま、ハニワさん、サータン、猫ちゃん、ありがとう。ありがとう。本日もありがとうございました。まあ明日ここがハゲてたら刺してください。え、怖っ。まあこれもいいよね。こういう新しい髪型って感じですね。バイバーイ。バイバーイ。